敬愛同祖人とは、日本の競争場、シュボ主な勝ち倉に2012年のダイヤモンドステークス、2014年の阪神スプリングジャンプ。場名の意味は、冠名度をそがみ。2008年11月23日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、3着。2戦目で勝ち上がる。3歳を迎えて、初めの3戦は勝てなかったものの、 立冬トレーニングセンター、池江康郎級者から、美穂トレーニングセンターの田村康人級者に、天馬屋後の5月東京競馬場のロベリア賞で2勝目を、上げた。その後は9月中山競馬場の白い特別で3勝目、4歳となった2010年3月の上層ステークスで4勝目を、上げて、オープンクラスに一旦上がり、 高級を挟んで2戦の後10月の開示ステークスを勝って再度オープンクラスに上がる。12月のディセンバーステークスでオープン初勝利を挙げ、2011年4月のメトロポリタンステークスも勝つが、続く5戦でいずれも2桁着順を記録し2011年のシーズンを終えた。6歳となった2012年、初戦のダイヤモンドステークスに16頭立ての15番人気で、 望み、レースでは主導権を取って、ギュスターブクライに半場審査をつけて逃げ切り、重傷発制覇。その後は再び勝てない競馬が続き、2013年7月の福島テレビオープン12着を最後に障害レースに転校。転校後は、未勝利戦、2014年初戦の障害をオープンと、連勝し、3月の阪神スプリングジャンプも制して3、連勝で、 障害重症制覇を飾った。その後の4戦は未勝利に終わり、2015年の阪神スプリングジャンプ11着が最後の競馬となって3月21日付で競争馬登録を抹消された。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。引退後は、北海道グ群日高町のクイーンズランチで種ボバとなり、 クインズユーカリとクイーンズドウソジンの2頭の3区を送り出した。その後、2018年11月16日に死亡した。ありがとうございます。